今年度東京芸術大学デザイン科に合格した学生の入試再現を見ていきましょう。今年度の入試の課題はこうです。昨年旧国立競技場にあった1964年東京五輪を記念した壁画11枚が新国立競技場に移設された。そこで新たに12枚目としてスポーツを題材とした壁画を新国立競技場に設置すると想定し、この原画として色彩構成をしなさい。東京芸術大学のデザイン科入試では年度によってモチーフを描写する課題であったり、あるいはそのモチーフがなくてイメージで画面を構成する問題が出る場合があります。バレーボール、どんな課題が出ても落ち着いて対応できるというのがいいってことですかね。